技術というよりも芸術です。岡さんがやってきたのは高松市古馬場町にあるモメントス22。1986年にオープンしたマジックバーです。プロアマ問わず腕に覚えのあるマジシャンたちがお客の目の前でテクニックを披露してくれるお店で、岡山香川では唯一ここだけなんです。10年以上来てるんだけどね、ネタがね、分かんない。やっぱりマスターがね、楽しませてくれるところ非常にいいです。マスター、私にも何かまず見せていただけますか？そうね、今日はね、先にあのプロマジシャンのエレン・ジョーンズ君が来てるから、先に彼に何かやってもらいましょう。エレン・ジョーンズ？はい、こんばんは。こちらにはマスター以外に4人のマジシャンがいます。皆さん日替わりでやってくるので、誰がいるかは行ってからのお楽しみ。この日はカナダ人のプロマジシャンエレン・ジョーンズさんが担当でした。来日して2年、日本語も達者ですよ。10歳からマジックを始め、現在キャリアは20年です。このロープをちょっと持っててください。はい、強く握って。強く握ってる。はい、ロープちょっと引っ張って。引っ張った。エレンさんが見せてくれるのはロープとリングを使ったマジックです。まずはロープにリングを通します。1、2。でもう一つの秘密があります。はい、これです。はい、おまじないを書きます。そしたらここによく見てください。見てる。はい、1、2、3。これもマジックですから。そう、マジックなんです。それではこちらのシステムをご紹介しましょう。セット料金は